進化に終わりはない。新三国無双6スペシャル、長州ファイト、ディスク2枚組の大ボリューム、シリーズ最新作がプレイステーションポータブルに登場。2人で協力、4人で対戦、多彩なマルチプレイ。クロニクルモードはもちろん、ストーリーモードでも2人協力プレイが楽しめる。クロニクルモードでは最大4人のプレイヤーでスコアを競う対戦モードも。武装ゲージを貯めて妨害武将を召喚、ライバルたちに差をつけて勝利をつかめ、順位に応じて武器や賞金をゲット。対戦ステージをクリアすればクロニクルモードでもステージクリアとなる。今度のストーリーモードは好きな武将でプレイ可能、選んだ武将で協力プレイも楽しめる。やり込み度アップ、武将の成長機能を強化、成長アイテムの購入でさらに深まる武将育成、能力初期化機能も追加。武将育成の面白さがますます深まる。さらにデータ連動で最初から全てのキャラクターでプレイ OK。 プレイステーションポータブルでシネマティック一気当選、覚悟することも。新三国無双6スペシャル、プレイステーションポータブル専用ソフトウェア、8月25日発売予定。初回特典、白と黒の大元気、コスチューム2種ダウンロードシリアル、お店でゲット、特製アイテムをプレゼント、店頭限定夏キャン開催。